津田京介2月10日から1999年6月17日は、日本の薬学者、有機化学者。台湾生まれ、埼玉県出身。海産天然物の,の医薬品を開発。また、フグ毒のテトロドトキシンを抽出する分離生成法を開発し、化学構造を決定した。1980年文化功労者。1982年文化勲章受賞。 九星浦和高校、東京帝国大学医学部薬学科卒業。九州大学医学部教授、東京大学薬学部教授、東京大学応用微生物研究所所長、協立薬科大学学長、厚生省薬事審議会会長などを歴任。フグドクテトロドトキシンの抽出分離製法を開発し、化学構造を解明。漢方薬成分、マトリンの化学構造を解明。 海藻類のコレステロールを発見した。日本画家三尾クレイ氏は義父。義兄に、医師、井上和夫。1936年、東京大学薬学博士博士論文は、マトリンの構造研究保医。1929年、東京帝国大学医学部薬学科を卒業し、薬科学教室の無給福祉となる。この頃経済界が震わず、製薬会社は、 就職難だったので、陸軍薬剤官となり、陸軍の研究所に勤務する同僚もいた。津田は、近藤平三郎教授の指示によって、助手の落合英二の指導下で、串に延期、マトリンの構造研究を始めた。1930年、助教授の小形明が新講座を担当するため教授に昇進したため、公認の助教授には、落合英二が、また津田は助手に昇格する。 落合所教授が、ドイツ留学に出発したので、留学中の2年間は、マトリンの生成方法を検討し、減圧上流、結晶性塩類への誘導などを行って、マトリニ人類の構造の関連付けに成功した。1932年9月、留学先で、クールマン微量天秤、ミクロ分析器具一式、高度シンク上流用の水銀ポンプ等を購入して、 落合教授が帰国、これらの器具は、以後の実験、研究に貢献した。津田は落合から、炭素、水素、ハロゲン、硫黄の元素分析の手ほどきを受け、一方、石井徳太郎が、ガラス器具類の製作を引き受けた。西欧と湿度などが異なるため、これらの実験器具を、日本の環境で使用するため、操作法などの改良を行い、その成果は、 1937年に、落合、津田教著、有機微量少量定量分析法として公開された。水銀ポンプは、高度真空上流に役立ち、また、後年、1940年頃に、石井明氏がスイスから、共通すり合わせのガラス器具を持ち帰り、その国産化を実現した。1933年に、マトリンは脱水素反応によって、 マトリニ人類と関連付けられ、またマトリニ人類もプロムシアン分解によって平面構造が判明した。津田はこの研究で1936年に学位を取得する。1938年、近藤教授が定年退職し、公認教授として落合栄治が発令され、津田は助教授に昇進した。百三十七年頃、落合に対して、 南満州鉄道から大豆サポニンの研究の依頼があり、津田はその主成分の単理と構造を決定する研究を始める。アルミナクロマトグラフィを生成法として用い、サポゲノールを分離して互換性のトリテルペンであることを確定した。1939年、落合教授の命で伝染病研究所の長谷川修司教授の研究室で実験科学療法を学ぶ。 当時の電研は、東大淵研究所として、免疫結成ワクチンの製造を行っており、建物、設備が良く、研究費にも恵まれていた。長谷川教授は、科学も勉強されたので、薬学の良き理解者であったから、津田を快く引き受けた。1941年の大戦が始まり、津田は、東大薬学と電研と兼任し、合成と動物実験とを連結して、 スルホンアミドの研究を行った。1944年のサイパン島陥落以後、米軍爆撃機 B-29 の飛来で、研究の続行は困難となり、1945年3月と5月の戦災では、大学の周辺も焼け、東大薬学の屋上にも焼夷弾が落ちた。近藤名誉教授、落合教授の居宅も被災した。1949年、津田は、 不具毒の研究を開始した。この研究と記述した、ク人ン炎マトリンの研究は、津田の所属する薬科学教室が創設されて、以来の宿題となっていた。1881年に、東大医学部薬学科を卒業した田原義澄は、長井長義教授の下で、ク人ン炎マトリンの研究を始めた。間もなく、国立衛生試験所に転出して、 次にフグ中毒の科学的な研究を開始し、1907年、田原はアルカリ性作酸なまりで毒成分を広し分離、硫化水素で脱げなまりする操作の反復で毒成分を濃縮し、テトロドトキシンと命名した。この荒毒は飴状茶褐色で、後年この荒毒の純度は1%以下であった。津田の下に三京から河村が派遣され、二人で、 毒成分の分離を始めた。フグの卵巣を熱湯で抽出し、抽出液から濃縮する方法を使って、マウス 1g あたり4から5ガムマくらいの毒性のものを得た。この頃普及し始めていたペーパークロマトグラフィを用いると、毒成分は移動率が低く原点近くに滞留することが判明した。澱粉・カラムクロマトグラフィで生成し、活性炭水のクロマトグラフィを経て、 毒成分を結晶化させることに成功した。その毒力は、マウス1ムあたり0 0 1ムまであった。改良を重ねた結果、卵巣を熱湯で抽出し、脱ホルマリン化後、直ちに活性炭クロマトグラフィで、毒成分を吸着させ、メタノールで洗い出す操作によって、構造研究を開始するために、十分な量を得る体制が出来上がった。 研究を始めてから5年以上の歳月を要した。1950年、九州大学医学部に薬学科が設置され、衛生科学教授として塚本久夫が赴任し、翌年5月、分析科学の桃節と無と薬科学の津田良教授が就任した。薬科学教室の助教授として東大から祝い、一世が同行した。かねてから課題としていたマトリンの合成研究を再開し、 津田は1954年、ノルデヒドロアルファーマトリニジンの合成に成功した。1954年4月、有機化学及び製薬技術研究視察のため欧米に出張する。南方経由で欧州に向い、60時間以上かかってコッペンハーゲンに着く。ジュネーブに入り、スイス連邦工科大学に滞在、プレローグ、アリゴーニ教授らと交流し、 新技術を学んで11月末アメリカ経由で帰国した。1955年、坂口金一郎教授の招きで、東大応用微生物研究所に転任する。ただし、建物が未完成だったので1年間は、農学部3号館に仮実験室を設営し、奥田茂信助教授、女子として、大木英二池川忍、大学院学生も入室する。 フグラン層の脂質分の不健化物からコレステリンと、共にビスコレスタポリエンを分離したことが機運となって、津田はステロイドの研究を開始する。1955年頃研究は軌道に乗り、海藻ステロールの分離、特にコレステロールを構想類から抽出し、またエルゴステロールとスチグマステロールの C24 の絶対範囲を決定した。1956年、 ステロイドの微生物転換に関する研究に取り組み、さらに1961年頃から、モルフィン塩基の微生物による転換に移り、広獅子菌のヒーロ竹による水酸化反応を見出した。マトリンの研究を続行して、ノル・デヒドロアルファマトリニジンの合成、オクタデヒドロマトリンの合成へと進み、1957年にマトリンの全合成が完成した。また、 ク心の副塩基の研究によって、マトリンを除く、残りのルピン塩基の絶対範囲を決定、ついでマトリンの絶対範囲を決めることができ、マトリンの研究は終止符を打つことになった。フグドクテトロドトキシンの研究は、原料の補給が円滑になるに従って、急速に解決に向かった。構造研究の突破口となったのは、立川隆司によるアルカリ分解反応で、 テトロドトキシンは5%アルカリ液で脱水反応を起こして黄色のキナゾリン化合物に移ることを発見した。この化合物は C-9 の化合物であったから C-9 ベースと称した。この反応では同時に周酸を定量的に正増するので両方を伴わせてテトロドトキシンの炭素 C-11 の全部を捉えることに成功した。この反応は 熱分解を全く伴わないので、定量的に進行する方向化反応である。C-9 ベースは強い u v 吸収を示すので、テトロドトキシンの確認と定量に使用することができた。その後、フグの養殖による無毒化現象が、東大の浜名湖水産実験所発見され、フグ毒の発生源の追跡が始まって、テトロドトキシンを作る。 イブリオ菌などの微生物が見つかったが、C-9 ベース法によるテトロドトキシンの確認と、定量反応はこの時有効に使用された。その後テトロドトキシンを水中で加熱して、テトロドン酸とアンヒドロテトロドトキシンを得、それらの X 線解析によって1964年の、初め、テトロドトキシンの構造決定に成功した。1963年、津田は、 日本学術会議会員に選ばれ、一期三年を務める。1964年4月、第3回国際天然物科学会議の組織委員、実行委員として活動する。1964年、津田は日本薬学会会頭。1965年、東大応用微生物研究所長、東大評議員となる。不具毒の研究は、津田のほか名古屋大、 平田義正教授、ハーバード大、ウッドワード教授、スタンフォード大、モーシャー教授のグループが行っていて、1964年4月に京都で開催された第2回国際天然物会議で同時に報告されたが、いずれのグループの結論も同じであった。このことは当時国際的に有機科学界のトピックになった。また、 日本のグループに対し1964年朝日賞が贈られた。勝敗には津田、平田義正、日大サム、横尾明教授の名前が記されている。1966年5月、津田のマトリンを中心とする豆花塩基の科学的研究に対して日本学診賞が授与された。1967年3月、津田は東京大学定年規定により退官し、 4月、協立薬科大学学長に就任した。1968年、国際史のテトラヘドロン、同速法史のアジア地区編集委員として、1976年まで10年間編集、審査に取り組む。1976年11月、日本学士委員会員となる。1977年4月、春の叙勲で、訓に当局日、重光明を受賞。 1979年1月、宮内庁から依頼されて、宮中の高所士の儀でご進行する。1979年11月、スイス工科大学の招待により、スイスへ出張。1980年11月、文化功労者として検証。1982年11月、文化勲章を受章。津田は1907年2月に、台湾、 キールン長キールン保戦闘賞70の1で生まれた。父は宗介、母はふと言い,い、埼玉の大師藩の氏族だった父は、寺子屋教育の後、埼玉県庁に勤めていた。日清戦争で新しい領土になった台湾の統治が急務となり、台湾の出入口のキールンの執行工事が始まった時、県庁の上司と共に、私大した。 明治30年代の初めのことである。物心ついた時、一人の兄は学校の関係で東京にいて、姉二人は台北の高等女学校の寄宿舎にいたから、キールンの家は津田和人だったので両親は可愛がった。母は1925年は秋、津田の高校2年の時に53歳で、浦和の自宅で死去。 父は戦争のため疎開していた福島で1946年夏に81歳で死去している。キールン港は台湾の北端で内地への出入り口になっていたが、実行工事は第1期工事がほぼ終わり、市街と岸壁で囲まれた内港で6000トン級の内帯定期船が数隻着岸できた。防波堤の外側の湾港、西岸一帯が戦闘という漁民の勝負落で、 そこに100世帯以上が住める立派な感謝があった。感謝の前面の海岸は、珊瑚礁と砂浜の海、湾の入り口に白い灯台があった。津田は、戦闘の感謝で小学校の4年修了までの10年間を、暮らした。キールン地方は、台湾では有名な田打地帯だから、秋と冬は雨続きだったが、春から夏は、天気が良くて一日中、海で泳ぎと釣りで遊べた。 買い拾いもした。後年、高校で水泳部に入り泳ぎつきとなったのは幼年時代の習性だ。キールンの市街には内地人も多かったのでキールン小学校というのがあったが、先頭からは通学できないので、文校が感謝の傍らに立っていた。教室が2部屋に小遣い室、校長室、便所と広い洗面所があり、運動場も小さいが備えていた。 20人か30人の生徒を3学年ずつ2人の先生が受け持つ、いわゆる変地教育だった。キールン畜高校時の終了とともに1917年、父の転勤で台北に移転した。台北は内地の都市と比べるとレンガ作りの街並み、舗装道路、街路樹など、はるかに近代的な作りであった。津田の新居は、 内地人の住宅地として作られた台北駅の裏側、対象外といい、その地区の城北小学校の5年級に転入した。生徒数が1学年200人、総数1000人という学校で、レンガ作りの校舎があり、本部と管理棟の高くて丸いドーム型の屋根と背の高い、ー老ュが特徴で、なかなか立派な校舎だった。城北小学校は後に、かば小学校と改名したが、 後に、東方の役員をしていた、菊田和夫が津田と同じ小学校だった。当時台湾の人口は350万人、内地人は16万だったが、台湾全島に総督府直轄の中学校は1校あるのみであった。台北中学は1学年200名、5年生だから、全校生徒1000人である。大変立派なレンガ造り2階建ての校舎の他に、 前頭から生徒が入学するため立派な寄宿寮も完備していた。津田は小学校の5年生から中学の4年生終了までの6年間を台北の町で暮らしたが、両親は中学3年の時に台中市に移り、それから1年後に埼玉に引き上げたから、津田は台北生活最後の2年間は親戚に下宿した。津田は両親が和に引き上げたので、 考えもなく、浦和高校を受験することに決めた。理科をつるいを選んだ。理工も、理幼つも受験生の数は、ほぼ同様で、定員40名の8倍強であった。中学校の配慮で、4年修了受験生は、3学期の新旧テストを免除され、2月、宝来丸という定期戦で、キールン校を出て4日目に、文字校で内地の山々を眺めた。 雪の降った朝で雪景色は津田にとっては生まれて初めてなので大変印象的だった。津田は1923年3月、めでたく父母のいる、浦高リカオツ類に合格した。4年終了で高校に入ったのは3人位だったようだ。浦高入学の1923年9月1日に関東大震災が起こった。木造2階建ての1階がリオ津1年の教室で、 午前の授業が終わった時だった。津田の席は窓際なので窓から校庭に飛び降りて赤松の幹に抱きついた。立って歩けないくらいの揺れで校舎の屋根瓦が少し落ちた。その頃の浦和の町は姿勢を敷く前で人口4万位の小さい町だった。鉄筋コンクリートのビルなどほとんどないから高台の学校から町の様子がよくわかった。 土煙が立ち込めていて、屋根瓦が落ちたのは、だいぶあったが倒れる家などはなく、津田の家も異常はなかった。高校3年の生活は、管理の厳しかった台北中学時代から比べると、定期試験を除けば、はなはだのんびりと過ごすことができ、高速のない学校、生活だった。高校の水泳部に所属していたが、部長の柳谷津先生は、東大理学部出身の科学の先生で、 大学進学について相談したところ薬学が良いだろうというので有機科学の受験勉強を始めた。2倍くらいの志願者があったが、裏高から4人合格した。津田の1年先輩の島野が前の年に入学しているが、津田の後も後続が続々入学したので、鹿の子会という同窓会に50人以上が集まって正解だった。 津田は1926年から1929年まで、浦和から汽車で上野まで、それから上野公園を横切って、東大医学部の立岡門へと投稿した。東京大学医学部製薬学科に津田が入学した頃、定員像で20名から35名になった。1907年にできたという延べ500坪の赤レンガ木骨の2階建てが東西に横たわり、 その東西両端の2階にそれぞれ階段教室があった。この東西両端に接続して、この地形に延べ600坪くらいのコンクリートの2階建ての新館が津田の入学直前に増築されていたが、実習用大実験室や新設講座の諸施設は皆、この新館内に設けられていた。新旧合わせて延べ1100坪だったが、 その後東館を残して残りの建物は全部5階建ての新建築に建て替えられた。津田は入学時の季節の講座は衛生科学、薬科学、商薬学、薬品製造学の4つで入学後に新たに臓器科学と分析科学の2講座が開講された。当時の1、2年時は午前講義、午後実習、3年時に卒論実験のために 全記録講座に配属された。1958年、薬学科外学部から独立して薬学部となり、東大薬学部の講座も全増して、現在は十数講座を数える。しかも何千坪となった薬学部の建物には、若者の情熱と危機類が溢れ、活気に満ちている。津田は卒業して、直ちに薬学の教育、研究生活に入り、成果を上げて、 社会の薬学への要望に応えたのである。ありがとうございます。